皆さん、W ってね私が大学の時にやっていたバンドで、まあ、ヒット曲というので言えば W っていう曲がヒットしたんですよこの W っていうのは 5W1H W の w な,んですよ、ね、なんで俺たちはこんな虐げられた時代に生きてるんだ誰のために生きていけばいいんだどうしてこんな目に遭っちゃったんだとかね こうい,うふうないろんな W っていう疑問符を投げかけた曲だったんですけどもこれがねなかなかいい曲だなぁと私も思うしいやいい曲だなと思ったからヒットしましたよね歌詞もなかなか良かったんですよね。というところを思い出しながらちょっとね吉田さんの動画を聞いていたわけなんですけどもあのここで私がねちょっと振り返ってみたいなと思うのが今日のライブ放送のネタでもあったんですけどもあのインターネットの時代ってのは誰が一番 その時代にクリティカルヒットしたのかなって考えると実はロスジェネス世代だったということなんですよねで私が大学生の時に MS-DOS っていうのがものすごく絶頂期を迎えてで私大学の在学中に Windows95 っていうのがリリースされたんですよね、まあ、ですんで時間的な余裕もあるしまだ仕事に救急として時間がないわけでもないし結構そのパソコンっていうのもねオウム心理教のおかげで 低価格化が促進されてきた時代でもあったんですよですんでその安いパソコンに加えてえ Windows 95っていうのをね組み合わせるとあの IT への入り口っていうのは当時の18歳から22歳の大学生世代つまりロスジィネ世代にはうってつけだったんじゃないかなと思いますだからその頃にパソコンとかねパソコン通信とかインターネットに 手ををかかかけたた人っっててうのののは今黄金金期を迎えてるととと思うんででですすよねね途中で IT 企業のなんか設立とかでものすごくお金が集まったりとか、ね、当時は IT っていうだけでほとんどの人に意味が分かってなかったけども投資するべきお金だけ集まったみたいな時代がありましたからねそれを IT バブルと呼ぶんですけども、うん、まあ IT バブルにはねなんか掲示板を作る会社とかメールマガジンを発行する代行会社とかね、うん、ホームページ作成会社とかね さまざ、あ、まなものがありましたけど今で言うとそんなん誰でもできるやんみたいなレベルのものでしただって SNS とかない時代ですからミクシーもまだ始まってない時代ですからねだからすごくいい時代だったんだなと思います私は当然いやそんなんんかパソコンの時代なんて来ねえよ来るにしてももっともっと先でしょみたいな感じでほっといたわけなんですけどもねなんかもったいないことしたと思いますよそれから結局伝統ある仕事を探して就職して社員になったってことなんですよ で私の世代、ロスジェネ世代ってのは30代もね正社員採用を目指してあっちこっちと走り回った時代だと思います場合によっては40代になった今でも正社員で雇ってくれる会社ないかなと思って探してるんですよいやこれ私ねものすごいね時代遅れだと思ってるんですよ、ね、だって正社員進行なんて壊れてるわけですよで正社員にどうせなるんだったら正社員って3段階あってまずは まあ平社社員員みたいな本当の生社員ですよねこれってのは新卒から3年目ぐらいじゃないと採用できないんですよなぜなら10年かけて幹部候補生に育てようとするそういうふうなのが平社員ですからじゃあ次幹部候補生っていう社員の枠がありますけどもこれは一定の実績とかねそれから全国ナンバーワンですよみたいな分かりやすい客観的な勲章がないとなかなかいきなり 幹部候補生でやって,てくださいとか言ってねいいですよみたいな40代ってのは出来上がらないと思うんですよ。で3つ目の段階っていうのが幹部候補生が終わってまさに幹部になった人、まあ、経営陣とかね役員とかになっちゃえるような40代50代はそれこそ正社員を求めてあの経営に参画させてくださいみたいな感じでね自分の20年の経歴とともに実績を出して面接受けるっていうねいわゆるヘッドハンディングみたいなことが可能になると思うんですよ。 だから40代50代で一般の平社員を求めて就職活動するとこれはうまくいかないだろうなと思いますよね。うん。やっぱそれはね20代の人の領域なんですよ。これから20年とか30年時間がある人に対して正社員募集っていうのが行われてるわけなんですよね。だから年齢制限、うちの会社は45歳で社正社員募集は打ち止めですよっていうのは45歳で受験してもいいけどもそれはもうすでにある一定のレベルで 平社員とかじゃなくてね、もう幹部候補生とか、できれば経営にすぐに参画できるような、そんな能力になった人は正社員募集しますよってことなんでしょうね、きっとね。でもそれを全部打ち破って、IT はどんな会社でもあの横滑りすることが可能になる。そんなルート、黄金のルートが弾けるんじゃないかなと思います。まあ例えばね、YouTube や Instagram で発信力が強いような、そんな40代、50代がいたらね、まさに会社は欲しいわけですよ、そういう人は。 でできれば部下にもその IT の教育してほしいですからねだからホームページを作ったりとか YouTube で発信して会社の商品を募集したりとかね案内したりとかんなんかまさにね IT が味方につけば40代だろうと50代だろうとポーンとどの会社でもね入手できるんじゃないかなと思いますよねまあ私がなんかシミュレーションするに私はチャンネル登録1万人以上いますとで10年以上 YouTube をやってきて お金も作ってきました。1人でその中で最高100万円の商品を売って1,000人の1,000人以上のね、えー、顧客を持っています全国47都道府県ですで私のこの SNS のアカウントとともに御社に入社して役に立てるでしょうかっていうふうに面接で言ったら終わりだと思うんですよ <laughs> うんまあ別にね、あのー、自分の能力を腹をくくってるわけじゃないんですけども高にくくってるわけじゃないんですけども単純に会社の経営者として IT のスキルが 断片的にでもある人欲しいですからね。インスタグラムが使える人とかね。映える会社とかっていうのを作ったりとかね。で、集客効果に、やっぱこう、一つね、プラスアルファしたいですかね、そういうのね。YouTube が自由自在に扱えるような社員が入社したいって言ってきたら、それは採用しますよね。しかも、私のアカウントを使ってください。私,私のアカウントととも入社しますって言ったら、じゃあ、 久保鉄の隠居 TV がね、なんとか株式会社ってアカウント名に切り替えて、いきなり放送始まるみたいなね。それもできるわけですよ。会社としては10年の時間を短縮できるというところがありますんで、なんかね、いろいろ想像しちゃいますよね。はい。何の話をしようとしたのか忘れましたけどもね、うん。ね。あ、そうそう。ロスジェネ世代が IT に参入するチャンスがあったのかなかったのかってことですけども、 ベストなタイミングで IT が始まったと同時に私たちは社会人になるかならないかっていうタイミングだったんでむちゃくちゃ良かったと思うんですよ。でそれから10年ぐらいたって30代になってねどっかの工場や営業職とか,なんか近所の会社員になろうとするんじゃなくて30代の10年間を IT の専門家になることに傾けていたらそれこそ一人ぼっちでねどっかバイトでもしながらそればっかりやってたら多分すごい40代が始まったと思うんですよね。 で40代になってから初めてパソコン触ってもそれでもね間に合ってるわけですからねだからつくづく IT のパワーっていうのはすごいもんだなと思いました時代が変わるっていうのはこういうことなんですかねまあ時代の字でいきたいと思いますけども今回は「代ということでいきましょうか時代の代、代代わりしてますかいってらっしゃい